かかと落としで伝説の格闘家といえば誰を想像しますか。やはりこの人しかいませんよね。アンディ・フグ。今回は私も当時かかと落としを真似していたアンディ・フグ選手の紹介です。村上龍二戦。フグ選手と村上龍二の試合は1993年11月15日に開催されました。この試合はフグ選手のキックボクシングデビュー戦で、ルールはスピリット空手ルールにて行われました。フグ選手は空手の世界で名を馳せた選手で、キックボクシングへの転向は大きな注目を集めました。そしてその後フグ選手の活躍が格闘技界に新たな風を吹き込む出来事となっていきました。一方村上選手は柔道出身の強豪選手。また村上選手にとってはこの新たな挑戦者に対して自身の経験と技術を試す絶好の機会でした。試合は激しい攻防が繰り広げられ、フグ選手の迫力ある蹴り技と村上選手のキレのある膝蹴りが見どころでした。両者のスタイルの違いが際立つ白熱した展開です。序盤、村上選手はフグ選手の頭を抱え膝を繰り出します。試合の流れをつかんだかに見えた村上選手ですが、レフェリーが仕切り直した瞬間、一瞬の出来事でした。フグ選手はまず低い軌道の回し蹴りで村上選手のガードを下げます。次に繰り出した蹴り技は村上選手のガードを大きく上回る高さからのかかと落としでした。これはたまりません。村上選手にはまるで落雷にでも打たれたかのような衝撃だったことでしょう。フグ選手のかかと落としが決まり、マットに倒れ込む村上選手の悲痛な顔は特に印象的でした。この一撃が試合の決め手となり、フグ選手が勝利を収めました。この試合はファンの間で大きな話題となり、フグ選手のデビュー戦として、また村上選手との対戦としてもその内容が高く評価されました。パトリック・スミス2戦目。次に紹介する試合はパトリック・スミス選手との2回目の試合です。この試合は1994年9月18日 K-1 の全盛期に行われた試合です。フグ選手は空手、対するスミス選手はアメリカのキックボクサーでした。フグ選手とスミス選手は1994年4月30日に一度対戦しており、結果はスミス選手がフグ選手を1ラウンド19秒で倒していました。内容は試合開始5秒と19秒にスミス選手が立て続けにダウンを奪い、圧倒的な技術経験の差を見せつけられての敗北でした。そのためこの再戦はフグ選手にとってリベンジの機会として、そしてスミス選手にとっては自身の強さを決定的なものにする機会でした。試合は緊張感漂うものでした。開始のゴング前から睨み合う両者、2人の気迫が伝わってきますね。試合は激しい打撃戦となり、両者ともに高い技術を披露します。フグ選手はその特徴的な蹴り技で攻撃を仕掛け、スミス選手は強力なパンチで応戦しました。それでは試合を見てまいりましょう。開始とともにスミス選手が大きく足を振り上げ、かかと落としを仕掛けます。フグ選手はまるでそれが分かっていたかのように回し蹴りでスミス選手の足を払いました。ここまでたったの2秒間の出来事、両者のスピード、技術の高さがうかがえますね。再び試合が再開すると、スミス選手が前蹴りとともにラッシュを仕掛けます。これを見ていたファンは以前の KO 負けが頭をよぎったことでしょう。しかし今回のフグ選手は一味違いました。激しく打ち込まれながらも前蹴りで応戦、的確にスミス選手の顔面に当てています。前回のようにはいくまいという強い気持ちが伝わってきます。再び混戦になりブレイク、一度離れて再開するとフグ選手の綺麗なかかと落としが繰り出されます。それをギリギリでかわすスミス選手、それに対抗してかスミス選手も強烈なかかと落とし、フグ選手もガードでしのぎます。再びブレイク、緊張感が高まります。そして再開した時、フグ選手はチャンスを見逃しませんでした。一瞬の隙をつき、ハイキックをスミス選手の側頭部に。これが効いたのか、スミス選手は極端にガードを上げます。するとフグ選手は空いた胴体に今度は強烈なミドルキック。たまらずスミス選手は崩れ落ちます。フグ選手の蹴り技の種類と正確性はもはや芸術と言っても過言ではないかもしれませんね。最後はフグ選手のガッツポーズで終了。この試合の最も印象的なシーンはフグ選手が見せた華麗なキックの連発でした。フグ選手は空手のバックグラウンドを生かし、そのスピードと正確さで観客を魅了しました。フグ選手のリベンジマッチは圧倒的なスター性を世間に知らしめるとともに大勝利で幕を閉じました。
ここで動画の途中ですが、この動画がいいなと思った方は忘れないうちにチャンネル登録もお願いします。ロブファン・エスドンク戦、次に紹介する試合はロブファン・エスドンク選手との試合です。この試合は1994年12月10日に行われ、UFK 世界スーパーヘビー級王座決定戦でした。この時点でフー選手は K1 の人気選手になっており、多くのファンが観戦に訪れていました。エスドンク選手もまた、強力な対戦相手として知られており、両者の技術とプライドが激突する場となりました。試合は激しい攻防が展開され、両者ともに卓越した技術を見せつけました。それでは試合を見ていきましょう。序盤、フグ選手はミドルキックやハイキックを織り交ぜた攻撃で試合のペースをつかもうとします。しかし頭一つ分大きいエスドンク選手には攻撃が今一つ届きません。逆にエスドンク選手は長いリーチを生かしクリンチからの膝で反撃します。それでも得意のかかと落としで応戦するフグ選手、フグ選手を応援するファンの声が飛び交います。そんな攻防の中、果敢に攻め立てるフグ選手は蹴り技だけでなくコンビネーションによるパンチも徐々に当てていきます。自分よりも巨体の相手に臆することなく立ち向かう姿はまさに死を恐れぬ鉄人、勇気をもらいますね。フグ選手のアグレッシブな攻めに疲れを隠しきれないエスドンク選手。しかしフグ選手もリーチの長い相手に積極的に攻めているため体力の消耗はある模様。そして迎えた第4ラウンド、一瞬の隙をつきエスドンク選手がラッシュを仕掛けるとレフェリーも止めに入る準備をしているように見えます。それでもフグ選手は倒れません。そしてラッシュを耐え抜いたフグ選手、反撃の一戦、正確な左フックがエスドンク選手の顎を捉えます。一発の重みの違いを見せつけた瞬間、会場の歓声とともに試合終了。立ち上がって喜ぶファンもおり、人気の高さがうかがえますね。 K1 ファンにとっては忘れがたい瞬間となりました。この試合の印象的な点は、空手家のフグ選手が課題であるパンチで KO をした点と言えるでしょう。フグ選手は蹴りだけでなくパンチも優れた選手であることがわかりますね。彼がパンチで相手を沈める試合は他にもあります。ピーター・クレイマー戦、一つ目はピーター・クレイマー選手との試合です。この試合は1995年5月4日に行われました。クレイマー選手は格闘技大国オランダの強豪選手でした。こちらもエスドンク選手同様巨体の選手で、フグ選手とは頭一つ分身長差がありました。それでもフグ選手には関係ありません。得意の蹴り技で警戒心を下げ、ガードが下がったところ強烈な左フックが襲います。巨体のクレイマー選手がいとも簡単に倒れる様子は圧巻です。格闘技はリーチの長さや体格が大きい方が一般的には有利とされていますが、フグ選手はそんなことを一切感じさせない技術と忍耐力、そしてカリスマ性があったと言えますね。フグ選手がパンチで倒す試合をもう一つ、バート・ベイル戦。次はバート・ベイル選手との試合です。こちらは1996年3月10日に行われました。この試合もフグ選手の技術力の高さがうかがえます。フグ選手は蹴り技やそのフェイント、また重量級とは思えない軽快なフットワークなどでベイル選手を翻弄し、確実にパンチを当てていきます。そして1回目のダウン、ベイル選手は平然を装っていますが、きっとダメージは蓄積されていたでしょう。ダウンを取られ焦ったのか、ベイル選手はフグ選手をラッシュで攻め立てます。ですがフグ選手は冷静で難なく攻撃をいなします。そしてフグ選手は確実に仕留められる瞬間をフットワークを生かしつつ待ちます。そして隙ができるとコンビネーションパンチをヒット、さらにハイキック、ベイル選手に休む暇を与えません。しかし冷静なフグ選手はここで追い打ちをかけません。あくまで確実に仕留められる瞬間を待ちます。それはまるで百獣の王、そしてその時はやってきます。前のめりで攻めるベイル選手に対して的確なパンチで応戦、狩る時がやってきました。フグ選手は正確で強力なパンチの連打をベイル選手に浴びせます。そこからは一瞬でした。重量級とは思えないスピードで1発、2発、3発、4発、ベイル選手はたまらずだ。ですがベイル選手もただものではありません。なんと立ち上がったのです。だがさすがにもう戦えるだけの体力は残っていませんでした。フグ選手の追撃に再びダウン、そこで試合終了となりました。フグ選手の圧倒的な技術力と攻め時を見極める判断力、そしてベイル選手の負けまいとする精神力が際立つ試合でした。マイク・ベルナルド3戦目、続いての試合はマイク・ベルナルド選手との試合です。
この試合は1996年5月6日の K-1 グランプリ1996の決勝戦です。これは両者にとって非常に重要な一戦でした。フグ選手は過去に2度ベルナルド選手に負けており、フグ選手にとってはリベンジマッチでもありました。そんな誰もが注目する一戦、序盤はお互いの動きを探るような展開でした。さすがはベルナルド選手、フグ選手を2度倒しているだけあって、スピードと威力のある蹴りを難なくいなします。その後もお互い一歩も譲らず、次第に打ち合いが激しくなっていきます。打ち合いを通してフグ選手は随所にローキックを当てていきます。終了間際にもフグ選手が得意のローキックで数発ベルナルド選手に当てました。ローキックで牽制して1ラウンド終了。思わず息をするのを忘れるくらいとても緊張感のある試合です。続いて2ラウンド、一瞬の出来事でした。1ラウンドに続き強烈なローキック、そして2ラウンドに入って2発目の強烈なローキック。ここでベルナルド選手の足に限界が訪れます。膝から崩れ落ちるベルナルド選手、まるで鞭のようにしなやかで、それでいてじわじわと相手の足を破壊するローキックの恐ろしさをこれでもかと感じる試合となりました。ファンはこの試合の結果に大きな喝采を送り、 K-1 の歴史の中でも特に記憶に残るものとなりました。フグ選手は派手な蹴りやパンチだけでなく、戦略的なローキックによる攻撃、それを確実に実行できる冷静さや技術力なども兼ね備えていることがわかりますね。ビアゲネット戦、続いてはビアゲネット選手との試合です。この試合は1997年9月7日に行われ、対戦相手のゲネット選手はテコンドーの世界チャンピオンでした。ゲネット選手の蹴りは非常に強力で、さすがにフグ選手でも蹴り技対決となったが負けるのではないか、そう思わせる対戦相手でした。試合開始前、リングで向き合う2人、試合を見ていた全ての人が思ったことでしょう。そう、足のリーチが全く違うのです。それでいて強力な足技が繰り出されるとなると、一体どうやって攻略すればよいのでしょう。フグ選手のファンは頭を抱えていたかもしれませんね。ところが試合開始、今回もフグ選手の技術力の高さがうかがえました。ゴングとともにフグ選手はわずかに間合いを詰め、絶妙な距離感で戦います。この距離ではゲネット選手の蹴りの威力は半減され、膝による攻撃かパンチによる打撃かの2択になってしまいます。フグ選手の冷静な戦略がうかがえますね。やはりゲネット選手はパンチからの膝による攻撃を繰り出します。来る技が分かっていればいなすのは簡単。フグ選手は余裕の様子です。そして確実に間合いを詰めるフグ選手、ゲネット選手も必死にクリンチしますが、それも予測済み。向かってくる勢いに合わせる形で強烈な左フックが炸裂します。ゲネット選手はたまらず1回目のダウン。ここは立ち上がるゲネット選手、再開後もフグ選手の勢いは止まりません。ゲネット選手も距離を取ろうとしますが、臆することなく迫ってくるフグ選手になすすべがありません。必死に反撃するゲネット選手ですが、フグ選手には全く効いておりません。全くひるまず相手に迫るフグ選手には、見ている側も恐怖を感じます。その様はまるでターミネーター、確実に相手を仕留めるためだけに動くロボットのようです。そして逃げ腰になったゲネット選手に追撃の左フック、ゲネット選手に止めのダウンです。これはゲネット選手もかなり効いている様子。再び立ちますが、やはりフグ選手の猛攻は止まりません。ゲネット選手も得意な蹴り技をなんとか繰り出しますが、冷静なフグ選手には当たりません。その後も攻め続けるフグ選手、最後は右フックが決め手となり、ゲネット選手はほぼ何もできずに試合終了となりました。フグ選手の冷静かつ冷酷に相手を攻め続ける恐ろしい姿が見れた試合でしたね。佐竹正明戦、続いては日本人との試合です。舞台は K-1 グランプリ準々決勝で、1997年11月9日に行われました。対戦相手は佐竹正明です。佐竹選手といえば当時バラエティ番組にも出演しており、テレビで見る機会も多かったですね。そんな佐竹選手は堅実な守りと戦略的な戦い方で名を馳せていました。佐竹選手の防御をフグ選手がどう破るか注目されていた試合でした。ところが試合開始、あっという間の出来事でした。ゴングとともにアグレッシブに攻める佐竹選手、それをフットワークを生かしつつ守るフグ選手、そして佐竹選手の一連のコンビネーションが終わります。
その一瞬をフグ選手は見逃しませんでした。強烈なハイキックが佐竹選手の側頭部を直撃。佐竹選手は立ち上がることができません。スローで見てみると、佐竹選手の意識の外から、まるで大木を振り回しているかのような威力のハイキックが直撃しているのがわかります。これはどんな選手でも立ち上がることができませんね。あれだけ派手な勝利を収めたにもかかわらず、淡々と退場していく姿も、フグ選手らしくてかっこいいですね。宮本正明戦、続いての試合も日本人です。この試合は、1998年10月28日に行われた K-1 の試合でした。宮本正明選手は K-1 ファイターの後輩からも、絶大な信頼を持たれる兄貴的存在です。テレビでは熱血ハードパンチャーと紹介されるほどアグレッシブな試合が特徴の選手でした。今回の試合もその名に恥じぬ激しい打ち合いとなりました。試合開始、まずはフグ選手の蹴り技が繰り出されます。それに全く動じない宮本選手、続いてフグ選手は切れ味抜群の回し蹴りを繰り出します。それを紙一重で避ける宮本選手、それはまるで侍同士の真剣勝負。一発当たったら即致命傷の緊張感漂う試合です。そこから徐々に宮本選手が前に出ます。そして強烈なコンビネーション、フグ選手はガードを固めたにもかかわらず後ろに引かされます。恐るべし熱血ハードパンチャー、その後も熱血が止まりません。ワンツーワンツーワンツー、あのフグ選手が圧倒されています。ですがここで終わるフグ選手じゃありません。すぐに蹴り技を織り交ぜながら距離を取ります。そして回し蹴りやかかと落としでさらに自分の距離を保ちます。そこから徐々にフグ選手の攻撃が当たり始めます。ミドルキックやローキックなどいくつか強烈な一撃が入りましたが、さすがは熱血ハードパンチャー、構わず攻め続けます。魂と魂のぶつかり合いです。しかしそこでも冷静さを忘れなかったのはフグ選手の方でした。打ち合いから不意をつく綺麗なバックハンドブローが炸裂したのです。意識外からの一撃に宮本選手もたまらずダウン。しかし立ち上がります。やはりここで終わる男ではありません。その後吹っ切れたかのように宮本選手がフグ選手を攻め立てます。フグ選手もカウンターを当てますが全く動じません。一度ダウンを取られた選手は普通ダメージによりパフォーマンスが落ちるものです。しかし宮本選手は逆にギアを上げてきました。激しい打ち合いがこれでもかと続きます。それでも冷静さを欠かなかったのはやはりフグ選手でした。的確に左ストレートを当てた後再び左のバックブロー、そのタイミングの正確性と冷静な判断力はさすがと言わざるを得ません。再びダウンを取り試合終了。たった1ラウンドで起こった出来事とは思えないほど濃い内容の試合でした。これを生で見ていたファンは一生記憶に残ること間違いなしですね。リセフォー戦、続いての試合は K-1 グランプリ準々決勝、1998年12月13日に行われた試合です。対戦相手はレイ・セフォー選手でした。セフォー選手はニュージーランド出身で K-1 の試合は常連の選手でした。向かい合う両者、試合開始です。開始直後はお互い様子見でした。おそらく様子見の蹴りではありましたが、フグ選手がかかと落としを出した時会場から歓声が湧きます。皆さんお待ちかねだったのでしょう。1ラウンド終盤、徐々にギアを上げていく両者、打ち合いが激しくなります。パンチだけでなく蹴り技によるぶつかり合い、蹴られたら蹴り返す、そして技の一つ一つが洗練されており、両者ともに技術力の高さがうかがえますね。そして2ラウンド、両者ともに1ラウンドより激しく打ち合います。2ラウンド終盤、激しいだけでなくお互いの攻撃が当たり始め、会場は技が当たるたびに歓声が湧きます。2人の勇士に感情を抑えずにはいられないようですね。そして先に変化が現れたのはセフォー選手でした。攻撃が単調になり始め、足が止まり始めます。そこを見逃さないのがフグ選手です。モーションの読みづらい動きからワンツー、セフォー選手の顔面を的確に当てます。それはまるで百発百中のスナイパー。セフォー選手はたまらずひるみます。もちろんフグ選手はそのチャンスを見逃しません。追撃から一度目のダウンを取ります。なんとか立ち上がりますが、もうフグ選手を止められません。すかさずダウンを奪い試合終了です。フグ選手に隙は見せてはいけない。この試合を見ていた全ての人がそう思ったことでしょう。中迫剛戦、次の試合は佐竹選手、武蔵選手に次ぐ日本のエースと呼ばれた選手、中迫剛との試合です。この試合は1999年2月3日に行われました。
中迫選手はジャパンの貴公子、魔界のプリンスなどのニックネームが付けられており、端正な顔立ちから女性のファンも多かったことでしょう。そして試合開始、お互い強烈な足技で牽制します。そしてフグ選手がかかと落としを繰り出すと、やはり会場がどよめきます。フグ選手といえばかかと落としですよね。何度見てもその迫力は圧巻です。そしてお互い決め手がないまま1ラウンド終了間際、そしてフグ選手が仕掛けます。バックブローからのかかと落とし、そしてパンチのラッシュ。過去の試合で様々な猛者を倒してきた技のオンパレードです。しかし中迫選手には効きません。反撃のワンツー、恐るべし忍耐力です。ここで1ラウンド終了、ややフグ選手優勢の展開となりました。そして2ラウンド開始、中迫選手はポイントを取られた焦りからか、2ラウンド開始直後足技で攻め立てます。しかし中迫選手の攻めの姿勢を見たフグ選手はやはりチャンスを逃しません。中迫選手の攻める体勢を見てフォームをオーソドックスに変えます。ここから技はすでに始まっていました。中迫選手が前足に体重を乗せた瞬間、フグ選手の上段右後ろ回し蹴りが炸裂。その様は大きな鎌を振り下ろす死神のようですね。倒された中迫選手も負けまいと雄たけびを上げて立ち上がろうとします。しかしダメージが抜けきれず、レフェリーが止めて試合終了。頭一つ違う相手にもフグ選手の足技の前にはなすすべなし。そんな試合でした。天田博美戦、続いては日本人の天田博美選手との一戦です。天田選手は元ヒートキックルールヘビー級王者、全日本アマチュアボクシング選手権大会優勝など文句なしの実力者でした。そして向き合う両者、試合開始です。まずはフグ選手の蹴り技です。挨拶代わりに回し蹴りを浴びせます。天田選手は多少バランスを崩しますが全く効いていない模様。そして天田選手の猛反撃が始まります。10秒間ノンストップでラッシュを仕掛けます。それはまさに強戦士、狂ったようにフグ選手を攻めます。しかしフグ選手はしっかりとガードし、これを耐えます。非常に冷静ですね。そこからも天田選手はフグ選手に仕掛けます。しかし徐々にフグ選手が反撃し始めます。天田選手のラッシュの隙をつき、徐々にカウンターを当てていきます。そのようなシーンがたびたび見られ、ついに強烈なカウンターが炸裂します。たまらず天田選手ダウン。しかし天田選手はすぐ立ち上がり再び反撃。ここでもフグ選手は冷静さを忘れません。確実にカウンターを当てていき、天田選手にダメージを与え続けます。そしてフグ選手の強烈なローキックで2度目のダウン。それでも天田選手はすぐ立ち上がります。胸が熱くなる試合展開です。しかしフグ選手は決して攻撃の手を緩めません。右上段後ろ回し蹴り、これでもかと振り上げられた回し蹴りが天田選手の顔面を正確に捉えます。まるでカンフー映画のワンシーン、崩れ落ちる天田選手。フグ選手がこの日の主人公になった瞬間でした。強烈なかかと落とし、重量級とは思えない軽快なフットワークからのパンチ、相手を刈り取る大釜のような回し蹴りなど、観客があっと驚く技の数々。今見ても当時人気だったのがよくわかります。あなたは学校や家の中でかかと落としの練習をしませんでしたか？しかしそんなフグ選手も病には勝てませんでした。白血病により35歳という若さでこの世を去ることに。闘病中には、今度の敵は私がこれまで戦った中でも一番の強敵。しかし勝ちます。いつの日か必ず皆さんの前に現れたいと思います、と語っていました。いかがでしたでしょうか？この動画を最後まで見てくれたあなたは格闘技好きです。ぜひチャンネル登録をお願いします。格闘技好きな方と楽しいチャンネルを作っていきます。いいね、コメントもお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。